はいどうも、ケイキングです。今日はですね、前回の続きからね、やっていこうかなと思います。で、王のところですね、会いに行くところかな。はい、行きましょう。王様に会いに行くよ。来た。よくぞ来た。勇者オルテガの噂は我らも聞き及んでいるぞ。おるぞよ。はい、まあ、レベルアップの話をして。いや。はい。では、頼みがある。来ましたね。頼み。カンダタですね。カンダタというものがこの城から金の冠を奪って逃げたのじゃ。それを取り戻したら勇者と認めようか。ほんなら行きますか。ん？ちょっと待てよ。なんて？カザーブの村の遥か西にシャンパニュ島がある。っていう話ですね。カザーブっていうのは、あっこですね。北です。ここから北に行ったところにあります。ちょっと待って。なんかこの辺のやつ買っておきたいな。青銅の盾とかってさ、みんな上がるじゃないですか。まあ、次、例えば鉄の盾が売っとったとしてもね。まあ、買えないじゃないですか。この辺の革の鎧とかさ、この辺ちょっと安めのやつ買わんとこれ厳しいんじゃねえか、これ。防具なしでいけるんかな、これ。いけますかね。まあ、とりあえず、北に行く？ちょっとここ寄ってみる？ここ全然関係ないですよね。あ、ポルトガか。めっちゃ怒られたわ。よし、行きましょう。じゃあ、カザーブ行きますね、まずは。オッケー、魔法使いとキャタピラー。まあ、全然弱い。魔法使いから倒そうか。よしよしよし。これちょっと装備整えんと厳しくない？これ銃受けるんすよ。これカンダタ勝てんやろ。カンダタなんかそこそこ強かった気するんすよね。確か強かったよね。13とか受けるやろ。さすがに無理じゃないか、これ。まだ。メラ撃ちます。攻撃力弱いんでね。ちょっとメラで削っていくって感じでいきましょうか。頭脳明晰ダメやろ。メラ。寝たん。やりたい放題やな、ほんと、遊び人は。あ、強え。きつい。こんな雑魚できついんこれ。まだ？いや、HP 高いっすね。間違えた、攻撃してしまった。多分攻撃そんな食らわないっすね。2しかいる。きっつ。ちょっとこれレベル上げいるな、これ。さあ、どう？8。全然ですね、これ。いや、硬くない？敵。まあ、スクルトかかってますからね。いや、結構長いわ、これ。よし、レベルアップ。いいね、大事やね。身の守りとかそんな上がるわけじゃないんでね。ちょっとこれは、一旦、一気に一番いいやつに変えていきたいんですけどね。ちょ、4人分ってなるとね、厳しいですよね。いや、これなかなかちょっとあれやな。どうすっか迷うね。いや、これまずいな。やっぱ力に振っとかんとな。さあ、来ましたね。HP6。あ、でもいいっすね。HP6 はいい。遊び人がもう全然ですね。攻撃力は上がらないですし。着きましたね。あ、言ってますね。この村より北に行くと、ノアニール。西に行けばシャンパーニュと、シャンパーニュに次行くっていう感じなんですが、ちょっとこの強さじゃ無理ですね、これ。毒針か。毒針もまあまあ欲しいけどね。あ、言ってますね。カンダタ追って、ここまで来た。なんでもどこかの塔。まあ、さっきのシャンパーニュの塔ですね。ここ何ゴールド？16ゴールドか。
慎重に使っていくか。ここは？お、捨ててこパンツ。捨ててこパンツってでも商人しか装備できんよね。だったっけ？ああ、そうですね。できんわ。売ったら高いかな。こいつが生えとったやつだろ。お、90ゴールド。いいやん、いいやん。売りましょう。あとなんかいいのないんかな。なんか売れるやつで。ないか。種系はダメですからね。弱いね。くじけぬ心を装備するか。ただ性格が変わっちゃうんすよね。よし、この辺は、まあ、特に何もないですね。なんかいいのありそうやね。お、命の木の実いいですね。夜になれば帰ってくる？それまでお留守番しとやな。お、毛皮のフード、これは良さそう。装備できない。渡す。お、装備できますね。盗賊装備しとく。盗賊守備高いな。よし、いい感じや。これで帽子はいいね。あとはちょっと武器やな。弱すぎましたね。ちょっと武器が。殲滅が遅すぎますね。結局火ダメ増えますしね、それでね。うん。こいつ話しかけよう。関係ないね。素手で倒したことある？よし、次行くとこは決まりましたね。決まった。あ、竹高えなぁ。鋼の剣は確かにいいけど、いや、チェーンクロスが、いいね。鱗の盾、鉄の鎧はそんなに良くないですよね。使い回しができないので、鉄の鎧いらないですね。なので、やっぱ最初のところら辺で装備していくのがいいね。革の鎧か。効率良さそうやね、その辺の。革のドレス。あ、革のドレスも結構いいですね。ただ420ゴールドか。高えな。わかった。一旦、ちょっと向かってみましょう。うん。クリアっていうよりも。いや、これちょっと受けるな、ダメージ。だいぶ受けるな。ただ39ゴールドか。よし。僧侶の MP が1か。一旦宿屋休んで、一回塔行きますか。攻略っていうよりは、一回ちょっと様子見ていきます、今回はね。いや、闘技場で増やすっていうか、あれもあるよ。ちょっと一旦塔行こうかな。よし、行きましょう。こっちはね、とかさ。魔法使いじゃないときつかったりね。ちょっと遊びにもういいや。うん、一旦、遊びになしで行くわ。いけるかな、これ。ちょっと一回だけでもさ、ちょっと入っとこう。とりあえず。倒せないことはない。けど強い。遊びにのレベルは上がらないんですが、他がちょっとレベル上げたいので、まあこれでいいかな。一旦。来ましたね。どんな感じかな。お、誰かおる。強そうやな。逃げよう。あ、14か。そんなこともないね。まあでもちょっと逃げましょう。ホイミスライムとかね、召喚されたらめんどくさいわ。あと守備力高そうやし。はい、行きましょう。うーわー、これはね、無理やわ。逃げるわ。軍隊外に無理やわ。ビアンカが今の攻撃力で、まあ、ダメージ通ってるので、おお、よかったよかったよかった。オッケー。よしよしよし。ただね、レベルアップ。いいよ。力上がれよ。力上がれ。力2か。いいですね。ニフラも覚えた。バーバラレベルアップ。僧侶ですね。紛らわしいよね、なんか。魔法使いっぽくてね。お、宝ある。よし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 。いいもんくれ。430ゴールド。あ、いいですね。戻りましょう、もう。
よし、これいいね。これちょっと戻ろう。よしよし、順調よ。順調順調。ちょっと上はね、登らない。さすがにちょっと厳しそう。逃げたい。危ねえ。逃げたい。よし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 。行こう。いや、結構辛いね、これね。ナイス。オッケーオッケーオッケー。ビアンカレベル8。力も3上がって強いですね。なかなかいいよね。性格何やったっけ？負けず嫌いか。抜け目がない。どうなんですかね。キメラの翼。ルーラないよね、まだね。ないない。よし、カザーブ行きましょう。カザーブで、とりあえずチェーンクロスやね。チェーンクロスを装備して、57ですからね、結構上がってますよね。うん。あ、鎖鎌はね、誰か装備できそうですね。これ確か装備できる。こういうのしか買ってないんでね。使い回しできるやつしか。主人公が、まあ、2上がるか。うん。聖なるナイフをじゃああげようかね。そして、僧侶に。お、いいね。完璧ですね。いい感じに、できました。ただ、これ苦しいな。だからといって、このままいけるかって言われると厳しいよね。よし。50。Okay、 いやー、なかなかね、きついよ、これ。なかなかにきついよ。MP も切れてますしね。よし。やすも。全然進んでないやん。情報を手に入れただけですね。うん。なるほどね。ちょっとレベル上げしたいな、正直。ちょっとレベル上げしたいですね。はい。ここからね、ちょっとレベル上げします。はい。動画の方でね、動画外でレベル上げするって言ったんですが、ちょっと今日はね、レベル上げをしたいなと思います。なんで、ここからちょっとつまらない映像が続きます。コツコツとね、レベル上げするだけと。どこでレベル上げしようかな。ちょっとあれも使いたいんですよね。さっき手に入れた、これよ。チェーンクロスよ。あ、チェーンクロス最高ですね、やっぱ。チェーンクロス絶対いいわ。遊びにも装備できたね。どうしようかな。塔で上げるかな、少し。うん。まあ、今回ね、ドラクエはあれですよ。その低レベルでね、なんかやっていくとかじゃないので、もう全然、普通にレベル上げとかしてね。RPG を楽しんでいくって感じでいきます。よし、行こう。これで、ちょっと軍隊ガニ出てきて、ちょっと殴りたいですね。ちょっとね、防具必要やな、さすがに。使い回せるやついいんでね。あと、全開で HP が33しかなくて、相手の攻撃10とか、まあ、13とか、食らうってなると、ちょっときついよね。これ行くやん。全然いいですね。よしよし。いいですね。チェーンクロスが助かりますね。35。でもそんなにあれやな。うん、こっちも早いな。塔で上げる必要ないですね、全く。あ、23。でも23の38ゴールド、なかなか持ってるんですね。いや、ゴールドやっぱ溜まり遅いので、うん。そうやね。やっぱり。
アリアハンか、その次のところ、まあ、聖堂とか、その辺で、その辺を揃えましょう。鋼とかはちょっと無理ですね、これ。時間がかかりすぎますね。オッケー。結構きついね、これ。これ、塔登るの無理やな、これ。え、なんかだいぶ前にそのやった時にさ、カンダタの攻撃古文連れてますよね、まずね。古文もそうなんですが、攻撃がね、痛かった気するんですよね。そしたらさ、この防御でやっていける、うん、で、全滅したらさ、ゴールド半分じゃないですか。ちょっと痛すぎますよね、それも。全滅したくねえんだよな。クイーン。オッケー。運の良さ21、そこをさ、力に回せよ。ただ、久しぶりのドラケなんでね、ドラケ3なんでね、楽しいね。普通にこの戦闘も。オッケー。よし、行こう。あ、小さなメダルさ、ちょっと集まったじゃないですか。なんかもらいに行こうかな。一回戻ろうかな。ルーラそろそろ覚えないですかね。あ、これ便利やわ、マジで。よーし。ただそんなね、なんか気軽にさ、丸ボタン連打でレベル上げできるっていう感じでもないですよね、まだね。お、ルーラ覚えた。オッケー、ババローレベルアップ。いい感じじゃないこれ。ルカニ？マヌーさん？ルカニか。あ、ルカニいいね。ボス戦で使えますね、ルカには。もういいか、これで。うん。5枚、あ、5枚ありますね。じゃあちょっと見に行きましょうかね。ルーラで。ルーラ覚えたらもう楽ですね。じゃあこっち行きますね。はい。ここ。なんかいいもんくれるかな ?5 枚で。ちょっとこまめにここ行こう。うん、6枚。トゲのムチ。あ、待てよ。次が?ガーターベルトってさ、性格変わったよね。これ開けてよ。10枚。あ、15枚で刃のブーメランですね。それも欲しいですね。トゲのムチどう？誰か。おっ。できるじゃん。で、渡す。そうやね。まあ、ちょこっとずつでもあげておきたいよね。聖なるナイフは、うん。クイーンに渡そうか。これでいい感じですかね。トゲのムチか。いいね、ムチね。これでちょっと楽になったかもしれん。で、ルーラで、ロマリアあたり、やね。ハザーブは、鋼とかで高すぎるんですよ、ちょっと防具が。だってここで使い回しできる、なんかお得な感じのやつ買いますか？革の鎧も結構いいですね。甲羅の鎧だと、まあ、キングかバーバラ。かって感じになりますね。鎖片びらでも、こんな感じ。ただ、結構グッと上がりますね。守備力は。聖堂の盾は3人が使える。ちょっと待って。そしたら、まず銅の剣がいらんやろ？銅の剣いらんやろ？で、満月層もいらないですよ。740やろ、今。買いましょうか。これで、聖堂の盾と鎖片びらにする？革の鎧いいけどね、まあ、ちょっとすぐ使えなくなっちゃいますよね。武器よりも、やっぱ鎖片びらにするわ。これで、キング装備させよう。はい。
で、盾を、盾か。バーバラ弱いっすね、僧侶が。まあ、後ろにいるんでね、まだ、行っちゃいいけどな。でも、キングも弱えわ、36ってまだ。聖堂の盾か。盾持ってねえんか、これ。あー、川の盾買ってきた方がいいかな、これ。いや、聖堂にすっか。まあ、やっぱちょっと前やな。キングに装備させておきましょうかね。旅人の服が余ったぞ。どう？うん、上がんないっすね。よし、これでどう？だいぶ強くなったんじゃないですかね。アリアハンで、ケチケチするはい、今回はね、これで終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。